そうですね、さっきの駅の本当隣ですね。これずっと行くとどこ行くの？ジョンサンベイルートかな、上海駅。パンピーナンルート、シュージャーホテル。ということは上海駅で乗り換えたら中山公園に行けますね。上海駅に乗り換えましょう。こっちでしょ。電車がちょうど来ましたね。ここはイエンチャンルーですね。これで言うとここですね。結構北の方ですね。これ上海のあれだね。イエンチャンルー、イエンチャンルーって言ってましたね。年长的次の次が上海路です。そんなすぐですね。これ多分中山公園でもし余裕あればそのシーチャー飲みたいけど、ちょっと時間遅いし混んでたらもう飲めないですね。あの店多分 9時ぐらいまでしか開いてないので、買って外で飲めないですね。寒すぎて、なんかかき氷みたいなやつなんで、あったかいとこで飲むしかないんで、まあそれが持って帰って飲むかですよね。飛んでないですね、これ。旅館長。上海駅ですね。これ上海本茶ホーチャージャンとこの上海ホーチャージャンはまた全然別の駅ですから、ね、場所も全然違うんで、あと地下鉄の本茶駅もまた全然違う場所なんで、これ間違えないようにしないと、まあ、間違える人いないと思いますけど、でもたまに私どっか地方行く時にここから初のチケット持ってるのに間違えて向こうの空港の方ですよね、本茶空港のホーチャージャンの方行って、あの改札の人に気づかれて間違ってるよって言われて、で急遽なんかチケット聞き聞かせて変更してくれたことありますね。助かりました。これあれですね、なんか AI で肌を測ってなんかやるっていう。80%的皮肤问题都来自肉眼看不到的皮肤底层，普通皮肤检测只能分析皮肤表层状态。艾姬运用多光谱非侵入式扫描技术，直接探测到肌肤底层。想要真正了解你的肌肤，快来艾姬检测一下吧。
乘客您好，进站测体温，全程戴口罩。使用电子设备时禁止外放声音，不如在列车车厢内饮食。あれ、4号線どこ、あれ書いてないですか。あ、書いてるわ。下に書いてくれてます。これが一番わかりやすいですね、下に書いてるのは。iPhone12 のこれ、プロマックスと普通のとなんかどれぐらい違うんですかね。もっと綺麗に映像撮れるんですかね。私今 iPhone11 で撮ってるんですけど、11にもなんかプロマックスっていうのがあって、どうなんですかね。ちょっとこれ暑くなってきましたね。やっぱりさっきのあのシーチャーで飲みたいですけど、中山公園にあるんかな、あの店。上海駅にはさすがにないでしょうね。なんかありそうな雰囲気がないんで。あの会社でもめっちゃ儲かってますよね。あれだけ流行ってると、なんか普通のスタバの店舗より売り上げ良さそうな気がするんですよね。値段もスタバよりちょっと若干物が高い感じもしますし、うん、あ、上海駅前この外行ったんですけど、こんな感じですね。さっき1号線で来て3、4号線がこう垂直に交わってるっていう。この不夜城前行ったんですけど、改装してましたね、こっちかな、うん、多分まだ改装してると思いますね。結構この乗り換え歩かないといけないですね。え、まだ向こうまで歩かないといけない。これは相当ですね。携帯のなんか画面に貼るフィルムとかこういうところでやると安いですね。ああいうおっちゃんが綺麗に貼ってくれますね。あ、なんかこのこういう店あんまり昔から変わってない感じですね。ファミリーマートはちょっと新しいですけどね。
今日は日曜日ですね。あんまり曜日普段気にしてないですけど、日曜日ですね。平日だったらもうちょっと人多いんですかね。これもう一回安全検査を受けないといけないですね。時間かかるんで、これ下りです。上り向こう、階段で行ってもいいですけど、暑いんで。中山公園こっちですね、4号線。こっちが駅ですね。上海駅の建物がこう見えてます。でこっちは反対側。でも向こうもこうビルできたり開発はされてきてますね。中国女の人に話しかけるときでメニューって綺麗な女の人っていう風に言うんですけど、まああれって全員に言うんでしょうね。でも何歳ぐらいの人にあれなんですかね。例えば70歳の女性、70ぐらいに見える女性にメニューとは言わないですよね。どうなのかなってちょっと思いますね。何歳ぐらいの。あ、ちょっと電車が来ました。しょうもないこと言ってたら混んでないですね。
ドアが閉まってからなかなか発車しないですね。ちょっと暗いから景色撮れないですね。座りましょうか。中山公園ですね。あれがジンシャジャンルーの駅のところです。ちょっとここで確かシーチャーがあったんでここで行ってみましょう。まあ帰りまだこっから帰るの帰りやすいので、確かここに2軒シーチャーがあるんですよね。行ってみましょう。多分これ外出なくてもなんか繋がってたような気がするんですけど、ちゃうのかな。なんか向こうのビルと繋がってたんですけどね。繋がってるにはでも向こう行かないといけないか。ここでじゃあ出るしかないですね。これそこから出ましょう。ちょっと体が熱いぐらいの方がいいですね。あの冷たいの飲むのよ。あ、ここで繋がってるわ。あれ？ちゃうわ、これはロンジーモンですね。やっぱり向こうですね。多分なんか向こうの方が混んでなさそうな感じがするのと、ガージョン天品で調べたら10時まで空いてるって言うんで、まだ8時半ぐらいなんで時間はあるから。あ、でもこういうジュースいっぱいあるんですけどね、似たやつが。から多分行けるはずですね。あそこのライフシーの中にありますよ、ラッフルビシティ。今本当アプリで調べれるんですごい便利ですね。とにかく何でもかんでもダージョン全品で調べれば出てくるんで、まあ値段の株価も上がるはずですね。それはダージョン全品がこんだけ便利だって分かってたのに、値段の株価株買い損ねましたね。分かってても買えないっていう私のこの慎重すぎるんですよね。十分利益出てる会社だったらよし買おうって思うんですけど、
でもまあそういう会社って大体もう株価に織り込まれてるんで、そんな儲けれないですよね。まあ、まあ、逆に損はしないんですけど、めっちゃ儲けようと思ったらもう赤字で、これあかんやろ、みんなが見放したところで買わないといけないですけど、なかなかそういうの買えないんですよね。確かこの中にあるはずなんですけどね。めちゃくちゃ混んでたらでも嫌やな。ちょうどこれファーウェイがなんか入り口みたいになってます。基本的にはスマホの会社ですけど、スマホ以外にもなんかこういうちょっとついてですけど、あ、今度はシャオミも撮りますけど、こういうスマートスピーカーとかですね。あとこれ、あ、空気清浄機、あと電気スタンド、歯ブラシとか扇風機とか、なんかロボットみたいなのとか、体重計、なんかいろいろやってますね。今度ちょっとまたあのシャオミ取りに行きますんで。多分この1階にあるはずなんですよね。1階か、1階だから、もう B125、 B の125って言われても、そこはどこか分かんないですよね。これはあのエクスペンのあれですね。魔法の方であの撮影します。ツイッターに載せよう。一応これ値段載ってるんかな。33万9900元、こっちは26万元ぐらい、こっちは23万元ぐらいですね。結構走りますね。700キロとか、これでも562キロ。このあの電気自動車シリーズは別に動画いっぱい撮ってるんで、よかったらそっちも見てください。今日はちょっとついでなんで軽く撮りました。あ、ヘイチャーがありましたね。シーチャー、英語ではヘイチャー。飲もうかな。あんまり甘いもん食べてあれなんですけど、一応昨日ジムに行ったんで、ちょっとこのチーズのストロベリーにします。ピーチもあるんですけど、マンゴーもあるんか。多分イチゴが一番美味しそうなんですよね。你好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 。好。要这个。要冷的热的。啊？要冷的热的。热的有吗？热的。哦，热的，那热的。啊？甜度需要调整一下吗？啊？甜度。甜度。啊。什么意思？甜度？就是你是要。正常少糖、半糖还是多糖，还是不加糖？不加糖有吗？不加糖是吧？啊，不加糖，哦。不加糖会酸啊。嗯，可以。好的，你前面大概还有20毫升左右，可以吗？啊。
これ32元サマリピ。なんかあったかいやつで、しかも甘くないやつあるんですね。甘くないってなんかイメージわかないですけど、一応ちょっと甘くないのにしてみました。座るところがなかなかないですよ。ここ座るしかないですね。とりあえず番号持ってですね、待つしかないですよ。番号出てきたらこう呼んでくれるんで。とにかくここすごい流行ってますよ、ね。どういうことですか、あったかいやつで甘くないのだのだですけど、どんなん出てくるんですか。ライブ配信もやりながら動画も撮ってます。一応動画も撮影しています。なんかやってるんですけど、まあこの下があったかいですね。で上のチーズは冷たいですね。これちょうどかき混ぜたらですね、砂糖入ってないけどチーズの冷たいのと、チーズ の, あの冷たいのと下のあったかいのと、あと甘いのと甘くないのと混ざってちょうどいいかもしれないですね。これ一応これチーズと結構綺麗に混ざりました、ね、ちょっとすごい、これ暑いんで外で飲みます。ちょうど涼みながら外で飲む方があったかいやつはちょうどいいですね。冷たいやつだったらこれ外で飲むの大変ですけど、まあでも正直この冷たくて砂糖入った方が多分美味しいですね。まあこれもまずくはないけど、前回の冷たいの飲んだ時の感動はあんまりないですね。冷たくて砂糖入ったイチゴのやつが一番いいですね。まあ偶然店の人が冷たいのにするかって、熱いのにするかって聞かれたんで熱いのにしたんですけど、あと砂糖もわざわざ聞いてくれましたね。前の店そんな何も聞かなかったんですけどね。ちょうどこの外で涼しいところでこう飲むのがいいっすね、うん。じゃあ駅の方戻ってみましょう。量が結構多いですね。これあったかいのストローで飲んで火傷しないかなと思ったけど、まあ、あったかいって言ってもそんなめちゃくちゃ熱くないですね。ちょっと生ぬるい感じですね。うん。あともうちょっとです。やっぱり冷たくて甘いやつの方が多分美味しいですね。ゴミ箱あるんです、行きましょう。あー、なんかお腹いっぱいになりましたこれ。すぐそこ駅ですね、さっき来た。
是的。何言って香水売ってるんですか。なんかディオールのでも名札つけてるんですけど、あの女の人でもディオールがこんなとこで売りますかね、これこんなワゴンで。本当かな。でも服はちゃんとしますよね、これディオールの名札つけてるんですけど、私が撮影してても携帯に夢中で全然気づいてないし、夢中でもディオールの袋とか置いてますね。こんな売り方するんですかね、ディオールが。なんかあんまブランドイメージがどうなんですかね、ああいうのをやって。こういう焼き芋屋さんとかだったら果物屋とか別にこれでいいですけど、ディオールはそこに並んでいいんですかねっていう話でした。じゃあこのまま私地下鉄乗って帰るんで、もう今日はこの辺で終わりたいと思います。シュシュダジャー、ダジャー。